はい、では、これから第3階層に挑戦するわけですが、ちょっといろいろかなり悩みましたが、ターミナルケルンを起動。とりあえずですね、この、ゲームのかけら、前回この、パーティーメンバー、8人かな？マックスまで。これかな？やったんですが、あと、ちょっとまあいろいろ考えまして、この、限定ミッションの発生拡張、これ、もう全部開けました。結構かかりましたね。多分、そうですね。1200かな？この BP 拡張をやろうと思ってたんですが、この、これに全部つぎ込みました。で、まあ、300とか400とか、使ったわけですが、まあ、それを回収するのに、結構何回か回らないといけないなと思ったんですけど、まあ、いずれ、開けることになるんなら、長い目で見れば早めの方がいいかなと。まあ、そういう判断ですね。まあ、BP とかも、早いに越したことはないけど、まあ、泳いで大丈夫かな、というような感じです。まあ、この辺とかも欲しいけどね。ポムットとかね。はい。で、あと、この、これか。これを全部開けるのに、ちょっとだけ足りなかったので、どれだっけ？あ、こっちか。これ？アクセサリーの交換、10回やりました。ユーマテリアルの消費が少なめのやつを適当に変えて、済ませた感じですね。はい。で、まあ、限定ミッションが8個までできるようになったよ、ということで、この、まあ、こっちで見ればいいのか。ミッションに関係があるのが、スーちゃんと、アリオスさんと、マキアスさん。あと、ランディニーと、で、アッシュなんですが、まあ、アッシュくんは、ブレボーダーを使えというミッションなので、エクストラ枠でいいかなと。で、スーちゃんもオーダーなんですが、スーちゃん、エクストラ枠まだ取ってないので、入れてます。で、これじゃない。こうか。で、スーちゃん、オーダー一回だけ使って、で、ランディニーと入れ替えようかなと。いう感じです。で、また、このシナリオに関係がある人を中心に、レベル上げていこうかなと思ってたんですが、ちょっとこの、レベル110とかの人を、まあ、120までに上げないといけないと。で、ちょっと雫試しに使ってみたんですが、多分、一人22、3個必要なのかな。で、これが十数人となると、200個とか、かかってしまうので、さすがに足りなくなってくるかなと。思って、まあ、レベル低い人も混ぜながら、で、まあ、半ぐらいですね。で、シナリオにか、メインシナリオに関わる人を半分。で、ちょっとレベルが、低めの人を半分。で、基本的にはこの、メインシナリオ、にかかってくる人をメインで使って戦っていこうかなという感じです。
で、あと、まあ、クリスタルエッジとかね、この辺もやっていかないといけないんですが、ラッシュとかね、このイメージチェンジ、ヘアカラーへ育成をして、敵を撃破せよと。こういう、ミッションがあるんで、これ4人だけでいいのかな、多分4人だけでいいんじゃないかなと思っているんですが、違うのかな、8人ともかな。とりあえずこの、エクセある人とない人があったので、このミレオちゃん、誰だエリオットくんか。もうクルトくんにしか見えないよね。うん。で、まあ、スーちゃん。なんか不良っぽくなってしまった、スーちゃん。うん。で、あと、ユーナちゃん。この4人で戦って、多分4人だけつけてたらいいんじゃないかな。わかんないけど。うん。で、ダメなら、ちょっとエクステある人を8人パーティーで組み直す感じですかね。ので、まずこの4人で戦って、で、スーちゃん、オーダー使って、で、あと、ランディニーと入れ替えてやっていく感じかな。はい。で、オーメントも、このユーナちゃんと、マリオスさんとマキアスさんと、ランディニーにいいやつをつけて、他の人は割と適当にしています。うん。こんな感じかな。はい。では、まあ、とりあえず入ってみて、おいおいまたパーティー入れ替えながらやっていこうかな、というところです。はい。では、第3階層行ってみましょう。うん。これですね。それでは探索を始めよう。うん。うん、休憩。はい。とりゃ。来た来た。あ、早速ゲートあるね。まあ、まだいいんだけど。この人が、いきなり強敵。ちょっとできれば一回、あんまり強くない人と戦いをしたい。宝箱か。OK ですが。ミリアムちゃん。ミリアムちゃんの装備。まあまあいいか。はい。ここ何？ここは慎重に行かないとね。これ何？よくわからない。敵出現！注意しないと！ほっと怖い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 。なんかビリビリしてるなぁ。なんだろう。あれ？ダメだ。ダメだ。あー！しまった！ちょっとひどいなぁ。僕の番だね。これ、エクステの人、マーキアスさん下げればいいのか。うん。エリオット君、という調べようか。敵ユニットの傾向を解析。うん、つかめた。おぼろげなが、おぼろげな影。いかに流れ込んだ黒き幻影。浮き溜まった怨念の塊であり、その方向は生物を痺れさせる。聖あるものに群がる習性がある。うん。大丈夫？痛い痛い。ありがとう。負けないで。すまない。助かる。そこだ。ここだ。これ危ないんじゃないかな。大丈夫？普通に強い。ありがとう。有酸。うん。任せてくれ。レキュリア。
いや、ホーリーブレスいいな。どうしようかな。これでいいか。その前に、これか。あれ？あ、そうか。あー、とりあえずこれ、いや、違うんだ。これスーちゃんに変えないといけない。変わってくれ、お願い行く。うん、これでいいのかな、本当に。8人とも育成しないといけないんだろうか。シャドウステップ刻むぞ、シャドウステップ行くぞ。はい、こうか。ターゲット捕捉、食らえ。うんうん、ねえ、ホリソン届け、癒しの歌。感謝します。ありがとう。私の番ね。これだな。全力全開ファイナルトレーシー。みんな準備もいい？ヘッド！やっとね。はぁ？やぁ？僕の番だね。全力で行くよ。ぐるぐるドッカーン。崩したよ。続けていくよ。よし、やっ。続けてくるよ。うん。さてと。面倒だな。ホーリーソング。あ、違う。ああ、睡眠悪夢効くね。じゃあ、常世に響いて。常世に響け。くださいよと。ノクターンベル。俺の番だ。ターゲット捕捉。食らえ。崩したぞ。いただき。行くわよ。うん。というかオーダーを使ってない。たぎらせろ。ボルカニックハント。私の番ね。無駄じゃない。ファイヤー！崩れた！隙ありだ！はーい！それ！そこだよ！よし！やっ！続けてくるよ！さてと。はい。はいはいはい。調べたいけどセピスボーナスもったいない。まあいいか。敵ユニットの傾向を解析。うん、掴めた。うん、スパイラルクロト。錬金術が生み出したゴーレム。前後左右の状況を同時解析し、的確には圧を放つ。動員を呼ぶこともある。行くぞ。トドロゲ、トールハンマー。俺の番だ。ちょっとまあ一旦これしようか。あ、倒したんか。ファイナルトレーシー。このまま決めるぞ。やっ、倒しちゃったね。行くわよ。ハッセイ。僕の番だね。それ、僕の番だね。あれ、エリオとかなんか瞬間移動しなかった？気のせいか。やっ、今だよ。スキャリー。イエーイ、最高のリズムだね、エリオット。うまく伴奏できてよかったよ。うん、ということで、イメージチェンジの
よし、やったわ。ミッションがクリアできました。やったね。やったね。よかった。まあ、こんなところか。わらわも捨てたもんじゃないの。ふむ、ミッション達成じゃな。うん、よかったよかった。で、これクリア。で、これもクリアと。で、これもクリアと。うん。ということで、一旦戻って、スーちゃんの代わりに、ランディさんを入れて、で、探索続きをやりましょうかね。はい。では、持ってきました。うん。よし。どうしようかな。さっきの強敵、ちょっと見ていきますかね。あー、そっか。ゲートがあるのか。ゲート発見。うん。どうしようかな。まあ、一旦この強敵倒してみますか、ね。強敵か。警戒を怠んなよ。うん。チャージもちょっとで溜まりそうだから少し待ちますか。あー、来るね。まあそのうち溜まるか。いやー強そうね。気をつけて。うん。まあドルハンマーがいいかな。こういうのやっとこうか。風よ、我が力となる。あ、うん、調べよう。はっ。ルキフグス、帝国の地の歪みによって変異した不死の王、すべてのコンパクを等しく呪い、どこへの悪夢をもたらす。うん。睡眠と風魔が若干効く。悪夢を効く。混乱、混乱。はい。じゃあ、どうしようかな。裏生えてでいいか。武道会じゃ。風神レッパー。エスクラ行きたいんだよな。だから60までしか使えない。これは無理だね。裏生えていいか。じゃあドランマして、届け、トールハンマー、参る。はい、いざ参る。おお、裏生えて二人。うん、後期続け。了解です。はっ、そこだ。あるよ。うん。あ、ブレイクしてるのか。じゃあこれでいいか。こいつはどうだい。クリムゾンゲイル。うん、崩れたぜ。はい、いただき。よし。じゃあこうか。うん、アリオさん行きますか。荒ぶる風よ、我が剣に宿る。行くぞ。逃がしはせん。そこだ。命たち、個人検証。強い。私の番ね。これしよう。あー、まあいいか。これで、フェアレスハート。うん、これ知って任せてくれ。で、マキアさんがこれ必殺技を使えばいいんじゃないか。時の結界よ、砕け知れ。これが強い。よーし。うん、これでいいか。ラウドウォリア。
よし、全力で行くわよ。スマッシュ、崩れた。もらった。参る、いざ参る。裏早手、二重後期、もらった。終わりだ。うまくいきましたね。ああ、このまま駆け抜けるとしよう。うん、完了セリフ。よかった。わらわも捨てたもんじゃないの。やったね。やったね。うん、銀の封印石さん、そういえばこれね、金の封印石1、赤の封印石5、赤の封印石3か。金の封印石って1個ずつしか取れないんですね。なんかもっといろいろキャラね、増えてくれると嬉しいんですが。慎重に進まないとね。これなんか気づかれやすい子ついてるのかな。どれだ。あれ、そうでもないか。風だよね。そうでもないか。うん、レベルが足りてないだけかな。そこ、よっしゃ、畳みかけるぞ。うん、さっき調べ損なった人がいないな。とどろけ、トールハンマー。いざ、参る。よー、裏早手、二重。あ、そこだ、ここだ。遅い。行くぜ、これで終わりだ。くらえ。行くわよ。うん、はあ、くらえ。崩れた。あ、ラッシュすればよかった。まあ、いっか。行くぞ。はっ、崩した。よろしく頼もう。了解です。そうまくいきましたね。ああ、このまま駆け抜けるとしよう。うん、ミッションがあるからこの二人組んでるけど、なんか特に接点がないというか、うん、宝箱、試練の鍵さ、試練の扉に共鳴している見たことのない形状の赤黒い鍵。エリーという名に反応している。うん、エリーさんのレベルも後で上げとかないといけない。ゲットです。うん、鬼滅の刃4、これは素晴らしい。シルバーチェーン、うん、まあこれはまあまあ、よし、十分使えそうだ。うん、まあ十分使えるけどね。はぁ、せい、やぁ、はぁ、ガンガン行くわよ。うん、はい、はあ、やあ、はあ、チャンスね。うん、まあ調べようか。データ交換。
シャドウスピリッツ、立体を持たない不気味な霊魂、声を聞いた人間を悪夢に誘い、その正気を失わせる。行くぜ。どうしようかな。ドラマしようか。届け、トールハンマー。なんかラッシュのお題があるから、ラッシュのミッションがあるから、でも BP がカツカツですね。あ、これ使えばいいのか。上げていこうぜ。ファイアントレイジ。よっしゃ、一気に爆発だぞ。うん。あ、みんな寝てる。ここだ。遅い。私の番ね。ハッセイ。どんなもんよ。うん。また銀のかけらかな。断髪ガチャです。おっと、これは通れない。これで通れるようになると。これでお宝ゲットじゃな。おばあちゃん嬉しそう。うん、回避だ、即死無効。これはなかなか。ラッキーね。うん。はい。下に、強そうなのがいると。まあ、行ってみますか。やべえ相手だ。気抜くなよ。うん。やあ、あれ届いてない。どうだ。あ、これ効かないやつか。一歩も引いてられるか。ゼロ圧。あれ？あ、なんか呼んだのかな。どうしたものか。エスクラが2発撃てる。じゃあ一旦蛍光を入れて。オーダー先だ。ボールハンマーでいいのかな。これ倒しちゃうかな。あとでまた出てくるか。とどろけ、トールハンマー。で、トールハンマーもったいないけど仕方ない。風よ、我が力となる。ね、よし。もう、違うな。こうして荒ぶる風よ、我が剣に宿る。行くぞ。セピスがすごい。逃がしません。そこだ。おお、ミノたち、個人転生。どうせないね。じゃあ、しらべたいけども、アーツが防げないなぁ。不能解除。まあ仕方ないか、やるか。で、調べたいけども、どうしようかな。エスクラ行ったら倒しちゃうよね。まあいいか。ゼロクラフトもったいないけど。ポイント、ほら。エルキュビル、無数の立方体で構成される謎の集合生命体、体を広げて人を飲み込み異次元に連れ込もうとする、任せてくれ。はい、そして謎の結界よ、砕け散れ。行くぜ。
で、どうしようかな。一旦こうだな。上げていこうぜ。ダイヤントレイジ。よっしゃ、一気にボコるぞ。よし。ハンマー、ああ、間違えた。とどろけ、トールハンマー。よーし、全力でいくわよ。スマッシュ、いくぞ。削りきれないか。これで削り切るか。風まく光よ、我が剣に集え。とどめだ、風神電波。ブレイク乗車。一瞬で回復。まあ仕方ないか。もう一発行きますか。風まく光よ、我が剣に集え。とどめだ、風神電波。マジ。いいね。まだ調べてないんだよな。でもこいつはどうだい。クリムゾンゲイル。そういう技ね。じゃあスコープして、やあ、偽りのアバドン、時空の歪みによって権限した異空間総合魔物、狙われた者は例外なく異空間へと消え去る。あんま効かないよね。覚悟してもらおう、武器止め。なあ、レベルゾーン入るのか。なかなかいいね。CP がないので、疾風の塔バリアントレイジ。さあ、終わらせるぞ。行くわよ。もう押し切れるか。ラウドウォリアー。よーし、全力で行くわよ。スマッシュ。もうちょっと足りなかった。次元暴走。こういうのね。崩壊の場所。お、素晴らしい。危なかった。さすがアリオスさん。こんなところか。先日リンクで勝利をつかめ、はい、これね。精進あるのみだ。やったぞ。まだまだいけるぜ。よし、やったわ。クイックスターかい。時の結界をこのもの。これマキアスさんと同じ技か。これ素晴らしいな。よかった。モータルミラーって強い。わらわも捨てたもんじゃないの。やったね。やったね。お、キャラガチャ。ミッション達成だ。じゃあこれで、マキアスさんとアリオスさんの、ミッションもクリアしたんで、ちょっと、この階層をもう少しだけ調べてから、キャラガチャ、木の雰囲気で、引きに行きましょうか。で、その後、ちょっとゲートを誰で行くか、もう一度パーティー組み直していきますか。
うん、ということで特にあとは何もなかったということで、一旦戻って、キャラガチャして、うん、そうですね、一旦戻ってキャラガチャして、で、パーティー組み直して、で、ゲートに入っていく。こういう流れかな。